みなさんごきげんよう。今日はやげんぼりにあるディープな場、やげんぼりサディスティックから広島の面白い人たち、面白いお店をね紹介しよういうことで、で今回はね、まさきちゃんに、接客してもらって、接客をニューハーフバーをね疑似体験してもらおうと。おーっていうことで、今日はね、常連さんが、あ、そうそう、すいません、こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。はじめまして、まさきまさゆきと申します。今日ね、なんかちょっとやげんぼりサディスティックで面白いことをしてるっていうのを聞いたんで、僕はあのやげんぼりサディスティックガチ勢なんで、来たらいるもん。そうなんです、全日通い。そうなのね。え、お名前もう一度聞いていいですか？まさきまさゆきと申します。まさきまさゆき、私、まさきです。結婚したら、まさきまさきになっちゃう。ということは、これはもうネタのためにもやらないといけないですね。あ、結婚する？なんですけれども、最近ちょっとしたんですけど、あらま、やだ、一音だったわ。まさきさん、まゆさん、まさきちゃん、MMM、トリプル M で乾杯。みんな M。 そうなんですよ、みんな M なんですよね。 M なんですか？実際 M かってことですか？ここで M って言いたいんですけど、 S なんですね、僕実は。某 SM バーの人から聞いたんですけど、S はサービスの S って聞いて。なるほど。なんでやっぱサービスしたい側ですね、僕はね。でも今日は、今日はお二人にこうサービスを受けたいですね、今回は。ニューハーフバーって行ったことは？あー、でも、ないんですよ。何回か行きそうなこうタイミングがあったんですけど、逃してて。逃して。そうなんですよ。今なんで、ちょっとまだ童貞なんで。あ、じゃあ今日、ね、筆下ろし筆下ろしです。筆下ろしだね、今日ね。真っ白なキャンパスにもう塗りたくってください、今日も。下ろさせていただきます。下ろしてください。初なんだ。今回の、あの、ひろがねの、あれ、テーマしてます？広島の変態を集めるっていうテーマだと聞いてないんですけど。そうよ。あ、じゃあ第1号として。そうよ、1号。光栄だな、光栄だ。いや、でもまあ、変態っていう素質はみんなそれぞれ持ってますからね。うん、そう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 。それが大きいか小さいかなんで。そう、もうド変態ですからね。そうなんですか？そう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 、そうですよ。もう、俺ら最高なんで。なんていうか、もう少数派な方だろうね。結構スカート履いて街に出てもね、街に出たら開き直れるもんだからね、一歩前に出ると。そうそうそう。最初はいつ、まゆさんは？10年以上前。あ、そんな前ね。そう、もう全然、もう今はもうね、平気な顔してスカート履いて出てるけど、でもね、最初はやっぱり出て楽しいけど、周囲は気になるわけよ、人の目とか、やっぱり最初は。でも、ワイワイ聞こえるたびになんかキョロキョロして、二塁牽制するピッチャーかぐらい後ろキョロキョロキョロ、後ろ気にしてて、野球ネタ出た、野球ネタ。そう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 、野球ネタ出た。そうそうそう、後ろ気にしてる。気持ちいい酒の場合になってきてますね。なってきました。何センチですか？何センチなんですかね。測定家として14歳から活動してるんですよ。もしよければ測らせてもらっていい？でもちょっと待ってください。あの、あ、でもそのはい、あ、どうぞ。いやらしい意味ではないです。いやらしくない意味じゃないことの方が少なくないですか？あれです、建物のあの測量、測量を知りたいのと一緒。もうバッキンガム宮でも一緒じゃないですか。でもね、まさきさん、この建物ね、あのコンディションによってね、高さ変わるんですよ。はいはいはい。どのコンディションの時かっていう。そう、あるよ、あるもんね。シャウエッセンの時もあれば、そう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 、ね、そうそうそう、フォークビッツの時もあるし。ヤゲンボリサディスティック、すごくいいお店です。言えとった、言えとったんですか？大丈夫ですか？ジェ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 ッチュみたいな、ジュジュジュ回線みたいになってますけど。これ友達んちの麦茶じゃん、これ。ちょっとね、あの薄めに作りました。そう、ね、こういう気が混ぜてないんよ。そうそうそう、混ぜてない気、ここ濃度が。どうしたの、まさきちゃんがちょっと。どうした、どうした、見て見て、遅い。
細い。見てこれ。細い。で出てますよ。違う、待て待て、聞いて聞いて、はいはいはい、はい、聞いてください。はい、どうぞ。あの、私をすごい好きだっていう男の人がおったんですよ。ほう、はいはい、で。うん、ですっごいまさきかわいいかわいい、好きだって好きだって言ってくれたよね。で、私の何が好きなって言ったら、うん、ここにこうすりつけよったんですよ。で、え、何やってるのってやめてって恥ずかしいからって言ったら、お前の肋骨にすりつけるのが興奮するんじゃつって。ああ、多様性を。そうで、多様性でしたね。後々聞いたら、お前の肋骨だけにしか興奮せんのんじゃって言われて、私は振ったっていう思い出がありました。パーツ、パーツでね。以上です。シェイシェイ。シェイシェイ。シェイシェイ。お次の話を失礼しました。ねえねえ、まさきちゃんの初恋は何歳？私の初恋、うん、7歳。何歳？それなんかなかなか難しいところだけど、彼の同級生は初恋は何歳ですか？場外、場外、発生していくよ。5歳。早いね、一番早いね。あなたは何歳ですかって今視聴者に私語りかける。私、あなたはコメント欄に書き込んでください。すごいね、こう、で、そう、呼びかける系 で、そう、はい、ディープな恋をしたことある人は次ここに座っていただきますので。あ、ここにね、ここに呼ばれていくスタイルでね。玉入ってないんだっけ？玉ないよ、私2個。あ、玉ないの？2個ともないよ、私。ないんですか？うん。おー、フルセットでない感じですか？終わります。おー、今すごい想像してますけど、うん、私想像して、スカイツリーみたいになってるんだ。じゃあスカイツリースカイツリーがね、そう、ビョーンと。あー、スカイツリーみたいになっていうことですよね。そうです。コンディションによっちゃ変わるんですか？こうピッと。でもそれをまあまあみたいな感じなんですか？そうです。触って立ったりするそれはちょっと。巨根で言うね。巨根で。まさきちゃん巨根なんですか？巨根で。あ、本当だ。怖い。え、もう目合いました？合いました。こんにちはって言ってくれた。こんにちはしてくれた。